はい、えー、吉谷さん、1人のリーダーになるというねテーマは、吉谷さんの千倍、まあ、特許といいますかね、よく出てくるお話ではあるんですけども、私もそこにね、同意しないでもないんですよ。ただ、速課塾の運営方法っていうのは、今、2018年から大きく変わって、えー、まあ、稼いで終わりなんですよね。私はね、ほとんどの方がビジネスをやりたいとか、投資をやりたいとかっていうふうに思ってるんではないと考えてるんですよ。もうお金がね、儲かれば何でもいいと。 楽してお金が増えれば何でもいいんだと私は思ってるんですよねだから2018年からはまずはお金を失う可能性の高いものはやらないと稼げるか稼げないか不確定要素があるんだけども労力がかかったりお金がかかるのはやらないと、うん、これは大原則にしてますで具体的に言うとあの速化塾に入って一番最初にやるのはリーダーになりましょうとかね情報発信しましょうではないんですよ例のやつをやってお金をまあ稼ぎましょうとそこに対して時間は全く使いませんと で時間とお金の余力、うん、余剰時間と余剰資金ができたら、例のやつでね、余剰時間と余剰資金ができるんで、そしたら FX でも学んでいきましょうってことなんですよ。FX 学んだところで、別に情報発信しなくてもいいし、リーダーになる必要もないし、ビジネスを覚える必要もないんですよね。で、FX って、暗記だけで勝てるんで、本当にねもうシンプルに暗記だけで勝てますよ。ツールとかインジケーターとか全くいらなくて、あんなのをね、検討すること自体がすごく無駄で。 うんでまあ私はその自分が FX 多分これを暗記したら勝てるんだろうなと深く思うんでですねでわざわざ他の種目に行くことの意味を感じないんですよ難易度上がるばっかりなんで FX を暗記して終わりなんではないかなと思うんですよ。 でまあ FX で増えたらそれを例のやつに入れるのもいいんだけどもやっぱポートフォリオっていう考え方もありますんでそれを海外のね有利な銀行金利に入れていけばいいんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。だから多分ねドリームアアカデミアと 速化塾っってていいうううののが大きく違うところっていうのはこころはなんですよ私はビジネスやらなくてもいいよと実際そっか塾の中に入ってビジネスやる人なんてもう今2018年からほとんどいないですよねビジネスなんてやらなくてもお金増えるからやらないって感じです私はまあこれが今のところねそっか塾の中ではベストポジションで最初はね自己アフィリからやってで自己アフィリを情報発信したりとかブログで、えー、掲載してでセミナーをやって でそっからコンテンツ販売に行くみたいなことやってましたけども、今、そんなもんやらなくても、お金結局増えればいいんでしょうと、お金増えるのありますよ、これが、そこにお金入れて、増やして、増えたお金で FX やって、FX で増えたやつを銀行に入れて、もうこれでもう黄金ルート完成と、知り合いなんて1人もいなくても、これで終わりみたいな感じでね、すごくシンプルに住んでます。だからら集客もも、ね、もねね教育いらないなんですよ ビジネススやらななななないいいいいいセールスしんななんでいいんじゃないかなと思います、まあこういうのが好きだったらねお金さえ増えればいい人は私のとこに来てくれればいいしいやお金じゃなくてビジネスやりたいんだとかね、うん、なんかいろんな考え方を身につけたいんだって方は、まあうん、ドリームアカデミー選んでも,もらってもいいのかなと思いますよね。うん 私お金の心配がなくなったら初めて勉強もできないしで勉強もできるし自分の好きなビジネスにも打ち込めると思うんで稼ぐためにビジネスをやるって言ったらなんか2本も3本も送れるんじゃないかなと今思ってますよねうんであのアウトプットに関してなんですけどもアウトプットってそれをした瞬間にファンはできると思うんですよアウトプットした瞬間にそしてそのファンをお客さんにお客様にする商品を売るお客様にしようと思ったらこれは継続が必要だと思うんですよだかからこの順番とかも多分 誰も教えないと思うんですよその認識がないんでまず情報発信した瞬間にファンができるってことですよねだって再生数1でもそれはファンなんですよで継続をすることによってその1が自分が動画を上げたりとかブログを書くたんびにずっとついてきてくれてそれがいつしかお客さんになるとファンがお客さんになるわけなんですよお客さんとファンっていうのはどっちが先かっていうとファンになるのが先です ファンの中の一部の人がお客さんになってお客さんの中の一部の人がリピーターになってリピーターのうちの一部が自分と同じようなビジネススキームを展開するような人になっていく自分のね弟子とかになっていくって形なのかなと思うんですよね。まあ、私の考えたらそんな感じですかね。えー、だから即果塾ってのは稼いで終わりです、あのー。シンプルに何もしなくていいと。 ここれれややっったたら稼げるんででてくださいい終わりみたいな感じですよねで基本的にこれやったら稼ぎましょう例のやつに入ればいいんですよって言ってもそこの種線がない人は、うん、まあ種線がない人生のんだと <laughs> その種線がなかったらねきついですよねやっぱね。うん、ら種線を作る方法として、うんまあ、やっぱりねビジネスをそこではやるしかないかなと思います。だからビジネスから始めると挫折が早いんですよ。お金が増えないし時間は減るんで。 ビジネスをやる時代ではないなと私は思ってますねもうね時代が変わって2013年から私の目線で言うと2013年から2017年はビジネスでも良かったんですけども2018年からビジネスをやると2本も3本も後退するんで挫折する可能性が高いんで私はもうビジネスをあんまりね教えないようにした方がいいと思,思ってるんですよでそっか自分にはビジネスのカリキュラムもあらゆるものが入ってますけどもやる人はほとんどいないですもうお金が増えるんで。 だからそれでいいんじゃないかなと。多くの人はお金を得るために、仕方なく仕事をして、仕方なく企業をして、仕方なくビジネスをして,して、仕方なく投資をしてるんだと思います。<laughs> 違いますかね違う,違う人もいると思いますけどね。いろんな考え方があると思うんで。私の考え方はこんなになってしまいました。どうしてしまうどう,どうしましょう <laughs> みたいなね。<laughs> 堕落の一途をたどりますね、久保哲郎は。はい、じゃあ以上でございます。すいません、失礼します。